在合軍人病棟でも申しますかな。肺の中にバクテリアが詰まっての窒息死です。バクテリア？船内は消毒されているはずだ。地球のバクテリアではありませんよ。興味深いのは肺の中で奇妙な活動をしていることです。あれ、詳しいことはまだ分かりませんが、早速調べてみましょう。いや、まさかこんなに早く私に仕事が回ってくるとは思いませんでしたよ。 トランスポートシップの点検に行ってくれ。他の連中は2班に分かれて船内の捜査だ。どういうことだ。船外漂流物が搬入された形跡がある。バクテリアはそれに付着していたものと考えられる。1班はダイオンブロック、もう1班はモーガンの倒れていた通路だ。 死人が出ちまったな。嫌な予感が当たったよ。リリーって言ってたかな。フリ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 。 困ると言ったんですが。何？地球に残してきた家族から何かメッセージは届いていないかと思いましてね。おかげで面白いものを見つけた。サルデス号キャプテンマイク・ハミルトン君、私は進化後の人事課長だ。諸君たちが出向した後で重大な事実が判明したので、身分カード偽造者が2人この船に乗り込んでいるとさ、俺たちの中にだ。しかも報告は途中で消されてる。 納得のいくように説明してもらいましょうかね。今はそんなことを詮索している場合じゃないだろう。何者かが搬入した船外漂流物を探し出す方が先だよ。分かってないな。だからその二人がマニピュレーターを。キャプテン来てください。ハリス先生がモーガンと同じ症状です。死体から感染したのかな。 頼りの先生が亡くなったんじゃ手も足も出んぞ。だから言ってるんだよ。潜り込んだ二人を見つけ出す方が先なんだって。格納庫内のカメラを動かしてくれ。ワット、ガイ、シップの整備はどうなった。カメラズームアップします。 第一次の探査隊派遣は諦めるとしよう。次の降下ポイントに着くまではどのくらい待つんだ。3時間だ。どうする？それまでプライバシーの暴きっこを続けるかい。一応公平にやっておかないとね。あ、リリー、リリー、探してくれる？いいよ。のんきなお嬢さんだな。こんな時に身元照合を続けるから見つけたらすぐ戻ってきてくれ。 それに猫の首に紐をつけて勝手に出歩かんようにするんだな。ん？何よあいつ、気に入らないわ。まるで人のプライバシーを覗きたくて船に乗り込んできたって感じだな。会社に忠実っていうのも考えもんね。
Billy!生きていればちょうど君と同じぐらいか。え？なんでもない。俺こっちを探してみる。 キャプテン。おお、待ってたぜ。どうした？メディカルルームへ来てくれ。4人の死体が消えている。ああ、これはどういうこった。パンツまで残して素っ裸で死体が消滅しているぞ。ところで君はどうしてここへ？ 猫を探して。おかしいじゃねえか。猫がここにいなかったから探しに出たんだろうが。リリー！いやー！いやー！どうした？ が猫を食べとる。